ここ封鎖された。ああ。本当だ。第三関門。ここが、例のトンネルということで。問題ここのやつ。変な感じのマジで。でも見てないからまあどこ何もないからないから。それなんか変なね。さっきもなんかうわーみたいななって、いや全然そんななんか人がなんか言ったようなイメージ。あるかもしれないですね。僕もちょっと撮ってたんでちょっと後で見ます。うん、やばいですか。やばいですか。どうぞ。えっ、お墓じゃん。お墓がある。ですね。あ、もっといますよ。はい。ありがとうございます。今日はね、ちょっとまあ今いつもは結構元気な声でなんじゃって言うんですけど、今日はねちょっとあの静かにってちょっと。鉱山があったところで、その鉱山の洞窟が今はトンネルという形で再利用されている。そうですね。で。まあ、曰く付き あの鉱山ということで、ちょうどね西日本豪雨が2018年にあったけど、その100年前にここでも大雨があってね、多くの人が鉱山で亡くなったらしくて、水が流れ込んでね出れないっていう。でなんか深さはなんかかなりあるらしい。1400キロメートル。え、そんなにあるんですか。うん、いい。地下も結構深いね。はいはいはい。いう話を聞いて、1000メートルぐらいはなんかあるね、深さとか結構深いって聞いて。そこを今日は。そうですね。行けたら、ね。銅とか。そう、鉄のね。鉄です。ああ、鉄鉱石が。うん。そういうので、でもそんなにね売れないというか、あと硫黄とかもなんか生産してたみたい。硫黄の匂いするよね。しますね。すっごいなんか。これここはちょっと暗くて見えないけど、これ硫黄の匂いがする。します。でここもなんか硫黄をね抽出してたみたい。ちょっと独特な、ね、独特な匂いがしますね。ちょっと、うん、あっち。あっちとはもう全然世界が違うみたいな、うん、昼間ねすごい風あったから、はい、なんだけど今何も風吹いてないから、はい、やっぱ匂いがねとどまってんだよね。確かに。うん、ちょっと行ってみようか。すごい。ここ第一ゲートみたいな。見ました。え、何これ、気持ち悪い。え、なんだこれ。噛まれたら痛い。ムカデじゃないけど、そういう洞窟があるからやっぱりそうやって虫とかもいるんですよ、なんか虫もちょっと違いますね。ここ封鎖された。ああ。本当だ。第三関門。ここが、例のトンネルということで、ここ。結構いいですね。こういうの喜んでいっちゃダメなんですけど、うん、まあちょっとなんかすごい、わかりますか、今までとは違うっていうね、うん、このトンネルがもともと鉱山で、鉱山トンネル、結構なんか結構本当のこと言うんですよ。なんか本当にこの心霊スポット行っても、うん、トンネル行ってもなんかあんまりここなんか気配を感じないないなって言うんですけど、ここ結構ねいい感じ。問題ここのやつ。おお。どうした？どうした？さっき。いや、なんか今。いや、わかんないです。わかんない。大丈夫？鳥肌が。鳥肌。なんか今なんか人なんかパッと言ったようなイメージ。あるかもしれないですね。僕もちょっと撮ってたんでちょっと後で見てみます、うん、やばいですか、鳥肌やばいですか。なんかこの奥にあるよ。鳥肌やばいですか。うん、
あんまそんなビビる方じゃないんですけど、なんかあるな、この奥わかる、この周りがあのすごい白いんよ。白いです、多分そのね、その地下水じゃないけど、その水に含まれるカルシウムとかカリウムとか。確かに、音、音、たまにね、この扉の向こうでカタッとか音がするから、やっぱ不気味なね、感じがするんだよね。ちょっと行こうか、もう先に。いいっすね。いい、いやなんかね、いいですね。もともとね、ここがそういうやってたんでね、本当に実際に掘ってたってところで、うん、で、ここから多分出て、あ、その、そういう鉱山じゃないけど、そういう出た石をきれいに洗浄したりするところに持っていくと、はい、あとなんか、さっきちらっと硫黄の匂いって言ったんですけど、うん、なんか、結構僕、オカルトとか結構好きで、異様っていうのは結構なんかあの悪魔のなんかその象徴みたいな、あんま良くないんですね。あ、じゃあ寄ってきたりするわけ、ね、なんかその悪魔がいたところには異様の形跡が、ここまでがほとんどやと。ちょっと僕もバクバクしてますもん。ちょっとなんか周りで気づくことがある。どうぞ。え、お墓じゃん。お墓がある。人の目が。で、裏にも。1,2,3,4,5,6 読めるかな。昭和50昭和50年52年、12月28日から28ですね。8日、なんか読める、あのなんかその書いてる、なんでここにあるのか。崩壊来災者の墓、あ、お墓ですよ本当に、うん、入れ今追悼碑みたいな、いいですね。あ、もっといますよ。はいはい。で、何々さん。何々さん。ちょっと出てこようか。ここのトンネルを作るというか、まあ、どうにかしようとしたときに、あの、事故した人かもしれない。そうですね。だって、ここ炭鉱、鉱山があったのは、あの、結構明治とか、これは、ここにあるっていう時点で、トンネルの横にあるって時点で、多分これをね、またトンネルとして使うときに何らかの事故が、このトンネル作業埋めたりするときにやっぱ何か起きたんだと思う。やっぱ埋めようとするとやっぱ祟りみたいな、うん、出てくると思う、やっぱり怖いな、ちょっと、うん、こんなところあるかっていう感じだったんですけど、いやでも結構いろんなね心霊スポットとか行ってるんですけど、ここは結構まあ何も起こってないんですけど、ちょっと変なね、さっきもなんかうわーみたいになって、いや全然そんななんか人がなんかねちょっと立っておるような感じがして、うん、人がこうなってきたんでなんかえーってなってびっくりしたと思ったんですけど、ちょっとめっちゃ鳥肌立ってた。そう、今は全然ないんですけど、うん、あそこはやばいね、ちょっと変な感じになってマジで。でも見てないから、まあ、どこ、なんもないから、ないから、っていうか、そういう、あれが映ってないから、なんとも見えないけど、やらせじゃないかって思うかもしれんけど、まあ、まあでも怖いよね。やらせではないですよ。やらせではないです。帰ろっか。やりましょう。まあ、こういうとこがあるっていうね。で、まあ、ちょっと相手なんですよ、ちょっとさっき、その、うん、奥も。で、結構、あそこもガードが結構緩くて、入ろうと目は晴れるんですよ。でも、うん、あんまり、観光とかって、おすすめしないと思うんです、入ったり、ね、出れなくなったりとかしたら本当やばいんで、まあ、皆さん本当に気をつけて。アバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。
ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。